はい、今回はですね、まあなんていうんでしょうか、絶望を感じた対戦っていうのをね、個人的にね、6試合ちょっと選んでですね、紹介していこうかなと思っています。はい、まあ一言でね、その絶望的って言われてもね、ピンとこないかもしれないですけど、要はまあ筋肉マンの試合っていくつか、まあ最初から負けるだろうなっていう予想できる試合っていうのはあるんですけど、まあそれに加えてですね、まあ読んでいてもう勝つシチュエーションが全く思い浮かばない、さらになんていうかきついなって、単純にまあそんな、気持ちを抱いてしまうような試合ですね。まあとりあえずちょっとね、紹介していこうかなと思います。まず1試合目なんですけれども、これがですね、ウォーズマン vs バッファローマンですね。自分これ初見はね、アニメで見たんですけれども、まあ絶望感を抱いた理由としては、まずはですね、そのちょっと前オリンピックではかなり強かったウォーズマンの技がですね、ベアークローもあのロングホーンでね、砕かれてしまい、あとパロスペシャルも簡単に外されてしまったっていう、もう圧倒的なね実力差ですね。はい、でさらにですね、今思うとそうでもないぞって言えるんだけど、当時要は超人強度の開きですよね。バッファローマンは1000万パワーってことで、それに対してウォーズマンは100万パワーだったんですよ。まあ今だったらいけるいけるって感じになるんだけど、当時は段違いじゃんっていう感じで、まあこれは無理だろっていう風にね、絶望感を抱いた、試合でもあったんですよね。この頃かな、あの超人強度が何かとね取り沙汰され始めたのって、今だったらね、普通に1億パワーの相手でもね、95万の筋肉マンとか勝ってるっていうパターンとかあるんでね、あとまあカジバのクソ力で増幅できるみたいなね、いろんなね、あの要素が加わってるんですけど、当時のこのね、100万と1000万の差っていうのは、まあ子供心にもね、うん、まあちょっと厳しいなっていうのは思いましたね。はい。で、次なんですけど、次の試合ですよね、これ、テリーマン VS アシュラマンですね。まあこれね、今回ね6試合選んでるんですけど、1試合ね絶望感漂う試合を選べと言われたらね、このテリーマンとアシュラマンがね、結構なんていうのかな、筆頭候補に上がってくるかもしれないですね。まず理由としては、一番最初にですね、いきなり要は筋肉バスターよりも強力と思われるアシュラバスターをですね、使用してきたんですよね。この時点でアシュラマンってちょっと悪魔6騎士の中でもちょっと違うかなみたいなのはね、思ったんで、あ、ちなみにこれもアニメが初見です。はい。で、次にですね、なんというかね、テリーマンが両腕使えなくなってしまうっていう状況に追い込まれてしまうんですよね。この時点でもうどうやって勝つのみたいなのがあったんですよね。後にも先にもこういう試合展開ってそんなにないかなと思うんですよね。両腕が使えなくなっちゃう、途中で両腕がねちぎれちゃったりするんですけども、まあこういった状況からね、よくね、あの引き分けに持ち込めたなと思いますね。まあ確かにバッファローマンの腕を借りるっていうね、ある意味思ったら冷静に考えれば超展開ですよね。はい。まあそんなね、試合です。はい、自分にとっては今でも読み直してもね、きっついなと思います、正直コミックスでね。で、次なんですけど、次がですね、筋肉マン VS 悪魔将軍っていうことで、これはね、まあ筋肉マンだったら、まあ、普通にね、勝てるだろうって、まあ負けはしないかなとは思いつつも、その試合展開って終始自分のとってはね、なんていうかな、筋肉マンになって不利な、結構重い展開、絶望的な展開っていうのは続いていたんですよね。何が理由かっていうのは、もうまずはですね、その悪魔将軍の圧倒的な存在感ですよね。うん。まあ、今オリジン編以降の悪魔将軍はもうなおすごいオーラを出してるなっていうのは思ったんですけど、この当時からもやっぱりね、ちょっと他のね敵とは一味も二味も違うぞっていうのはね出してたんで、どうやって勝つのかなみたいなのはちょっと思いましたね。で、あとその黄金のマスク編の時のね特徴として、幽霊超人っていう、要は体を実体を持たない
超人だったんで痛みを感じなかったんですよね。だからほとんどの技がまあちょっとね膝の関節やられたりとかもしたんだけどほとんど効かないみたいなそんな感じだったんでこれどうやって倒すのみたいなのは思いましたね。まあ試合開始からね筋肉ドライバーで頭を潰すっていう作戦はね立てていたんですけど悪魔将軍にそれどうやってかけんのみたいなのはちょっとね思ったんで現実なんていうか現実やっぱりかなり苦労してましたもんね。まあ要はその決着する時もどうやって筋肉ドライバーが成功したかっていうと結局はバッファローマンが悪魔将軍の本体となってでちょっと動きが止まった隙をついてなんとか決めれたっていうことだったんでそれを考えればねその作戦立ててもそれ実現ほぼ不可能じゃねみたいなのは思ったんでねそういう点でもちょっときついなとは思いました。であとですねまあこれも要は途中悪魔ロッキシとかが登場するシーンがあったんで結局そのスグル一人に対して悪魔ロッキシプラス悪魔将軍を相手しているようにも思えたんでねそういう点もちょっと絶望感は感じましたね。あとねやっぱその後半なんですけど地獄の急所封じですよね。これこの手の戦いって自分すごいねうわって思っちゃうんですよね。要は体の自由を徐々にね奪い去っていくっていうねそういう技なんでちょっと話ずれるけど例えばねそのセイントセイヤってちょっとね漫画違うんですけどセイントセイヤでそのゴールドセイントにシャカってやついたんですけどシャカはどんどん五感を奪ってくるんですよね。でフェニックス一騎と戦ってたんですけどあの戦いもね正直結構自分はねかなり絶望感とか重苦しい雰囲気をね感じながら読んでましたね。それに近いものはあったと思いますね。まあなんつうかなこれもねいろんな意見あると思うんですけど実力でまあ実力的にはこの時点悪魔将軍が結構上回ってたかなと。やっぱ友情パワーをフルにね発揮してあとなんとかバッファローマンの助けを借りてなんとか筋肉ドライバーを決めれたみたいなのがあるんで、まあ実際スグルモ悪魔将軍戦はしばらくトラウマみたいな感じでしたもんね。はい。で、こっからですね、まあ後半戦っていうことで、4試合目がですね、こっからオリジン編です。ジャンクマン VS ペインマンですね。はい。まあしばらくその戦いはもう最初からね自分正直言うと負けると思ったんですよ。ジャンクマンまあ最初の悪魔ロッキシの犠牲者かなみたいなそんな感じに思ってたんですよね。さらにはやっぱペインマン自体がですねその大きな特徴としてクッショニングマテリアルボディを持ってる緩衝材ですね、はい、を持っているためにジャンククラッシュがほとんど効き目がなかったっていうのもあってねこれもうダメージ与えれないじゃんみたいな感じは思ったんですよね。あと描写としてはやっぱねテリブルペインクラッチを食らってる時のねそのジャンクマンのねその苦しさっていうのがね自分もちょっとねあの描写は結構えげつないなとは思ってましたね。なんとかでも勝ったんですよねこれ。うん、そのなんか熱をねうまくね利用してクッショニングマテリアルを破壊したんですけれども、まあこれだからこれねなんていうか絶望感を感じたと同時にねその勝った時その、ま、なんていうかなジャンクマンが好きになりましたね。かなりはいいぶし銀みたいな職人みたいなイメージができました。で5試合目なんですが5試合目がですねテリーマン VS ジャスティスマン、またテリーマン出てきたんですけどこれってねなんつうかさっきねテリーマン VS アシュラマンも結構その一つ選べと言われたら絶望感漂う試合を一つ選べと言われたら選ぶかもって言ったんだけどこれも結構ね筆頭に上がってきますね。っていうかどうやって倒すのっていうのがね勝つビジョンが全く分からなかったんですよね。この戦いはもう最初からそのジャスティスマンがねあまりにもねその強キャラ感をね漂わせてたあまりにも強すぎるようなイメージが出てできてたん で実際もほとんどの技が効いてなかったですよね。数回そのなんていうかなジャスティスマンの不意をつくような攻撃が食らわせてたんだけどもほとんどノーダメージに近かったんじゃないかなとは思いますね。さらにはその試合の途中にもまあまたねその両腕を痛めつけられたりとかあとはその
ね、義足が不具合をね、起こし始めてるっていうこともあってね、ほとんど勝つ要素ないかなとは思いましたね。ただ実際なんか、ジャスティスマンに認められて、試合としてはテリーマンが勝ってたんですよね。はい。で、最後ですね。最後がですね、悪魔将軍 VS ザ・マーンですね。これはね、まあ、なんというかな、まあ、後でもまた言いますけど、ちょっと絶望感の感じ方が少しね、特殊ではあるんですよ。まあ、これね、パーフェクトラージナンバーズオリジン編以降にね、共通する部分でもあるんですけど、まずですね、ザマンのその強さの描写ですよね。一つ目はね、ほとんどダメージ通ってないな、みたいな印象はあったんで、悪魔将軍の攻撃がね。で、あとね、それに対して、ザマンのね、一撃一撃がすごく重く感じたんですよ。で、まあ、地味ながらも確実に潰してきてる、もうダメージをね、蓄積させてるみたいな、そういうイメージ、なんていうかな、そういうね、感じが伝わってきたんで、そういう重苦しい、そのね、最初の序盤からね、ちょっと絶望感漂いましたね。自分、悪魔将軍、これ勝つかなとは思ってたんですよね。ひょっとしたらやれるかもしれないと思いつつも勝つかなとは思ってたんですが、それでも序盤のあの苦戦プリを見るとね、ちょっと厳しいなーみたいな、どうやって糸口つかむのかなっていうのはね、思いましたね。で、さらには途中、そのスグルとかもね、一人一人の、パーフェクトオリジンを超える能力を有していると見て差し支えないというわけかっていうセリフを残したりね、まあそういったセリフも相まって、ちょっと、無理じゃないっていうのは思った時もありました。はい。実際ね、ロンセライトパワーをね、発動させてからもね、ちょっとヒヤヒヤしてましたもんね。本当にその勝ちを、悪魔将軍のね、勝ちをね、その確信したのは、本当寸前のカムイの弾頭台が決まったところですね。そこまではもう何されるかわからんっていうね、その思いでいっぱいだったんで、もうヒヤヒヤしてましたもんね。若干そのロンゼライトパワーで希望は見えたんですけど、その時はもうね、もうまさに絶望感漂う感じでした、自分としては。で、他にも細かいとこ見るとね、やっぱさっきの地獄の急所封じですよね。あれ自分ね、結構えげつないと思ってるんで、最初悪魔将軍から仕掛けたんだけど、途中からね、続きやってやろうっていう感じで、ザマンがやってましたんですよね。その時のその腕の傷つき具合や、足とかの傷つき具合、さらにはちょっとね、なんていうかな、結構そのえげつない技として自分は残ってるんですけど、ゼロの悲劇で超人パワーを吸い取りながら、で、超人圧殺機をかけていくっていうね、ものすごいエグい技の書き方をしてたんでね、あれを見てもね、うわーと思いましたもんね。きついなーと思ったんでね。まあ、だから細かい描写をね、上げ出したら結構キリないですね。まあ、そういう点ではマウンテン戦もやばかったんですけどね。はい。あと、ま、今回ね、その、6試合には選んでないんですけど、ちょっと部分ね、絶望感を感じたなっていうやつがあって、まず一つ目がですね、ヘルミッショネルズ、間違えました。マッスルブラザーズ VS はぐれ悪魔超人コンビですね。これはまあ、もともと試合勝つかなと思ったんですが、これ、ランバージャックデスマッチルールってやつをやったんですが、要は、その、戦う者たちの周りを囲んでですね、逃げようとすると押し戻して決着がつくまで戦わせるルールだったんですよ。で、囲ってたメンバーの中にヘルミッショネルズや、あと2000万パワーズもいたんですよね。だからまあ2000万パワーズってモングルマン、バファローマンだから正義超人なんで、マッスルブラザーズ、まあこの時はスグルと2代目グレート、テリーですよね、だったんですけども、まあ正義超人同士だからこっちに有利かなと思いきやね、友情の箱を取られてたせいか、ハリケーンミキサーとかでリングに押し戻したりしてたんで、実質だから2対6みたいな結構やばい状況になってたんで、その時はちょっと絶望感は感じましたね。実際ね、コミックスでも2対6みたいなね、の巻みたいなの出てたんで、まあ、そこですね。あとは、まあ、なんつうかな、大井争奪戦の、筋肉マン VS 飛翔チームの初期のね、メンバーですよね。要は、スグルとミート君しかいねえっつうね。ただ、あれは、もう絶対にロビン・マスクとテリーは来るかなってのは思ったんで、これはまあ、なんつうかな、それほど絶望感は感じなかったんだけど、初期の試合開始時のね、二人の様子を見ると、やっぱ、絶望感は多少感じますよね。はい。そんな感じなんですが、まとめるとですね、やっぱその、絶望感もしくはきついなと思った、
理由として序盤はですね、やっぱその試合の展開とか敵の強さのね設定みたいなものに対して絶望感を感じていたんですが、やはりですね途中からその中井先生のね画力がさらにどんどん向上していくにつれて、それに加えてですね、その敵が醸し出す雰囲気、その強キャラ感みたいな、その佇まいだけでも十分にその絶望感が感じるように自分はなりましたし、あとそのザマンの時にも言ったんですけど、一つ一つのパンツとかそういうなんていうか何でもないようなあの戦うシーンでさえもやっぱその重苦しいね、重い位置が決まってるとかそういう描写のねあるんで、そこからもねちょっと絶望感を感じるような自分は印象は受けたんですよね。まあなんていうかな、年取るにつれて感じ方も変わってくるっていうのはあると思うんですけどね、こう考えるとなかなか筋肉マンも結構奥深い漫画なのかなとは思います。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。